益8億おめでとう。猫じゃないですか、組み益8億って。何突っ込んだろうんだろう、NBK 安いとこ突っ込んだこと。税金何も取られるんだろう、1億6000万。え、ぐ、20% でも。全部約定できない可能性があるので、それでもいいですか、通話録音残す。その後に一部約定しかしなかった。なんでって言われて、それにプレイヤーがいるって言われるんですか。NTT は9月に向かって仕込む銘柄ですね。9月に向かっての戻しは入ると思うので、証券事故は買ってきてなかったって、うん、証券事故買ってきてないのはもうあれは分かってるんで、あれはもう別にいいですわ。うん。証券事故はもうあの買ってきてないよ。だって空売り入ってないもん、マーケットで。買ってこないでしょ、直近の傾向だけで言うならば。まだ7000億円ぐらいでしょ、日曜の売り算が全体の。もうちょっと8000億とか9000億円台になってくると買ってくると思うんだけど、今の7000億円台はまだやっぱし少ないんで、もうちょっとそのやっぱし空売り入ってからじゃないとないと買いっていうスイッチは入ってこないんじゃないかなっていうふうに思ったりしてるけど、うん、ビックス、うん、ビックスちょっと上がってるね、うん、ちょっと切り上げてるね、下げたところから。 MACD ゴールデンクロス組んだらダメね、おそらく。まあちょっとあのリスク日本株、その時に僕のその日本株下落リスクみたいな感じのタイトルになるかもしれない。ビックスとマックディはゴールデンクロス組んだりするようなことがあるよ。タイトルにいつも通り載せるかもしれない。まあ、意味合い的なところで言うと下落する可能性があるので、警戒しちゃっていきましょうみたいな感じですね。うん。浅場キングさん、ボックスならボックスでいい。あ、ボックスだったら結構やっぱし稼ぎ時なんじゃないの。上げ相場やったら押し目一個いないんで、買うチャンスがほぼない状態なんだけど、上げ下げ繰り返してくれるんやったら、売って買って繰り返すだけだからね。ビックスのトレンド転換見ながら。ボックス相場結構やっぱしやりやすいと思うんですけどね。上がったら売って、デッド、ビックスのマックにゴールデンクロス形成したら、短期のもの売って、安くなったら、デッドクロス圏なら、上がりそうなやつ需給見て買って、そこで、まあ、NT バイルス見ながらやって、とか、まあ、そんな感じでやればいいだけなんで。ボックス相場楽しいですけどね。うん。はい。夕方配信毎日見てますって、あ、サラさんありがとうございます。ありがとうございます。いつもいてくれて。ドル円？うん、ドル円は157円だよ、今。はい。まあ、嬉しいけど。ドル資産増えてる。若干戻ってきたね、でもね。即死数が 1.8% 上げてきてるから。若干戻してきた。ここだけだよね。若干戻してきたけど、ここだけ。8億って。うん、なんか、春さんやったよね。8億やばみたいな感じで、コメントチャットに入れとって何なんだろうと思って。え、出来高がってこと？どういうこと？ニコさん、含み益86らしい。8億含み益が。おめでとう！誰や、8億。ちょっと待って。俺、見逃した。含み益8億。どなたですか？挙手。ごめん、あれ、僕、それは、おめでとうございます。本当に。はい。ごめん、見てなかった。どういうこと？タさんですね。タさんが含み益8億。おめでとうございます、タさん。8億円の含み益。やばいっすね。はい。最高じゃないですか。含み益8億って。何突っ込んだろうんだろうね。うん。NVIDIA 安いところに突っ込んだってこと？まあ。でも、やばいね。はい。8億は良かったっすね。本当にね。税金何も取られるんだろう。1億6千万。えぐ、20% でも。はい。やばいね。みんなで稼ぎに行きましょう。チャンスは絶対来るので、自分のターンがですね。8億り人すごいですねって、うん。みんなも頑張ったらね、時間の差はあるにしても、積み上げていけると思うで。焦らなければね。うん。結局は油断でやられるんで、ほとんどの人が。それさえなければいけると思いますよ。福利効果でやっていきましょう。焦らずにね。うん。あ、ちなみにみんなに質問です。狙ってる銘柄。どこ？今からチャットに用意どんで、終了まで。用意どん！みんなが狙ってる銘柄チャットに、入れてってください。日本株ね。米国株でもええで。うん、何でもいい。株なら、うん、仮想通貨とかね、FX はね、まあ、コモディティ類とか、まあ、いや、そこは、そういったチャンネルじゃないので、僕株が大好きなんで、はい。狙ってる銘柄があったら、今からチャットの方に、僕がストップっていうまで入れてってください。よろしくお願いします。今から買うならね、はい。今から買うならね、うん。NTT、闘争、ブロードコム、ディスコは今から買うじゃない。もう持っとないといけないやつ。随分前に。任天堂、銀行株、スクエニ、商社株、インテル、レーザーテック、レーザーテックはもう今日は最高値更新してんやん。ハセコ、日本製鉄、ロート、ホンダ、みんなバンバン入れててくれてるね。ありがとう。みんな早いって。みんな早いよ。今からかって。そう。参考にしてくださいね。大福、三井海上、MS&A、MS&A って今、住石とかアスパタチ違うかな。うん。はい。LTT とか、まあ、言うてる意味わかる。うん。マネック
ス、パーク24、日イベントホールディングス、アナ、日本製鉄、なんか同じような名前が出てきてると思うので、チャット上にですね、そういったやつはちょっとチェックしておくとか、ね、いいかもしれないねってところですね。はい。どっぽだか止まらんね、NVIDIA のね。NVIDIA だけ上がってもらっても困るんだけど、個人的には。他のところも上がってもらわないと。ニューヨークダウ190ドル下落やる。ニューヨークダウ下落。ビックス 12.2。若干、MACD のゴールデンクロス形成だけはみんな注意ね。うん。ここだけはしっかりと警戒してね。で、組みそうだな、フライングダメね。この状態でもうクロスするだろう。で、フライングはダメね。しっかりと組んでからね。KI スター不動産。なんか、明日の小枠材料出てなかったっけ ?KI スター自社株買いでしょ、うん。2%、3% くらいするのかな。なんか出てたね、情報。それ見てから買おうと思ってんのかな。ETS も確か上がってたと思うけど。日経先物も下がってきたなって。CFD が今100円ほど下がってますね。円安いったら日本株は下がりやすいので、157円ってよ。ドル円が。ドル円157円突破です。というわけで、確かに組みそうだなぁは結構きついと。うん。そう、組みそうだなぁはダメですね。終わり値ベースでしっかりと組んだの確認してですよ。そっから動き始める。前からみんな言ってるんで、騙しあるからね。ゴールデンクロス、組む組む騙して、組まずにそのまままたデッドクロス継続とかあるから。うん。はい。ドル円が157円また行っちゃった。いつの間にか157円ってやめてほしいんだけど、俺、韓国もんがまた下がるじゃん。今回車買ったんですけど、そこそこのやつもですね。高級車とかちゃうで。うん。買ったんだけど、ハースのせいで、やっぱしあれだからね。少しお高くついちゃうからね。やめてほしいよね。はい。為替介入の意味があって、もうほぼないよね。為替介入の意味が。2回したけど、もう元に戻ってるもん。1ヶ月ぐらいで帳消し為替介入が、効果が。で、イエレンさんは、もうすんなよ。為替介入みたいな感じで言うてんじゃん、また。はい。もう利上げするしかないっしょ。日本は。無理じゃねって思ったりするんですけど。皆さんどうですかね。うん。というわけで、ストップね。ここまで。はい。皆さん、チャットに入れてってくれてありがとうございました。うん。クイーンさん、PR17 倍まで行って、空売りが増えて、証券会社が焦がしに来て、ショートカバーが起きたら上がる相場も想像できる。そうっすね。はい。そうっすね。そこで、あれだよ。NS バイアスが上がってきたりとか。したら、踏み上げが起こるかもしれないね。うん。まあ、今、どっちかというと、僕はもう種まいてるような状況ですけどね。目先っていうよりも、中長期で。もう、9月相場も意識しながらやってるよ。ワンチャン。9月相場。9月の上げも、結構下げてるやつもあるから、そこに向かって、買っていきたいなっていう銘柄に、ちょっとパラパラ種まいたり。ちょっと早いんだけどね。まだ5月だから。6、7、8だから、6月、7月、8月でしょ。あと3ヶ月、8月までに買えばいいから、まだ3ヶ月もあるからいいんだけど、最近思うのが、1ヶ月でもなんか遅い、1ヶ月前に買うのもなんか遅いなって思ったりしてる。うん。僕も言ってるし、他の人も言ってるからかもしんないんだけど、前もって買いに向かってる人って結構増えてるなって思ってるから、ちょっとね、余裕持って、買いの手入れてたりしてるんですよね。はい。こんな感じでやってます、僕は。夏狩りしそうだからそこから買おうかなって、それでいいと思いますよ。僕もだから全部入れてるんじゃなくて、打診からちょこっとパラ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 買って、下がったらさらに買おうみたいな感じでやってますね。うん。そんな感じです。9月の目に向けての種まき、そう。焦ってない、別に。うん。だって今まで出来すぎくんだったんで、ごめん、なんか出ちゃった、言葉が。なんで、どっかで、ね、またなんか調整来るんかもなってことは、一応考えつつやってるから、焦らずにじっくりと種まきしてるような感じです。年間で取れればいいからね。うん。年間取れればいいからねと思ってるし、はい。含み損を抱えてる人も、なんていうのかな、安く買って高く売る。これをしっかりと忠実にやっていけば、いざ急落来た時も、最悪来た時も慌てることがないので、そこをね、やっぱし徹底的にやってってほしいかなっていうふうに思う。うん。目先の利益欲しいのはわかるけども、基本はやっぱし安く買って高く売る。はい。で、高くなったら高配当銘柄でもやっぱし売るっていうのは重要だからね。まあ、そこあたりはで、また安くなったら買い戻せばいいんだからさ。はい。安く買って、高く売るね。みんなね。はい。バリュー株、グロース株、全部そう。そこはしっかりと見ていきましょう。PBR よく、特によく注目してみておくってとこですね。まあ、とりあえず、慎重にかな。今日ね、ある銘柄デートで してたって言ってたじゃないですか。X でもコメントしてて、もう結局売っちゃったんだけど、また5かなって思ってる銘柄でデートでしてて、
結局またがなかったんだよね。売っちゃった。外出するってのもあったし、5番見れないってところもあったし。で、そしたら5番もう一発下がって、全売取れた利益が、まあ、ワンチャン持ち越したら吹き飛んでたんだけど、その後元に戻ってから、売ったところよりも上がってたんだよね。なので、持ち越してもよかったかと思ったんだけど、まあ、ちょっと今日は持ち越しはせんかったですね。ちゃんとポジション調整しながら、最近、狙ってる銘柄あるって言ったじゃないですか。それをちょっとうまく、安いところで買えないかなと思って信用でガチャガチャやってたんだけど、ちょっと今日はデートでやってた分は売っちゃったって感じかな。はい。ちょっとね、今日の動き方が、もうおかしかったんで、おかしかったっていうか、昨日の米国株の動きもおかしいんだけど、ちょっと慎重に やりました。はい。慎重にやりました。もうちょっと見ようかなと思って。はい。そんな感じでやってます。ミュウさん、1213、すごすぎるって。ミュウさん何がすごいの？え？儲かった。皆さんもう今日もうどんだけ儲かりました？ちなみに。もしよかったらチャットの方にコメントいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ミュウさんのコメントがどこだ？え？上行っちゃってから見えない。ショウさんでもそんなことあるんだって。え？どういうこと？持ち越さないってこと？あるあるある。普通に持ち越さない。損切りも普通にするし、利確もするし、スライスもするし、デートリもするし、長期もするし、何でもしますよ。はい。何でもしますよ。そりゃそうですよ。なんで100発100中の人がいるんだって感じだから。え、もしトライアンドエラーでいいところだけ残してってるので、だからじゃないんですか？気持ち悪いと思ったらまたがないし、どっちかっていうと売っちゃったりもするし。はい。引けなりの人ってデートレで売りでやってる人なのかなって。それやってるんやったらもうなんていうかもうもうデートレした方がいいよねって感じだけどね。まあ、最後の最後に、だって約定しないかもしんないんだよ。ものによっては。ダメでしょ、それは。引けなり注文は、必ずしも約定できるってわけじゃないからね。一部約定で終わる可能性もあるんだから。例えば、1万株の、要は引けなり売り注文出しました。引けなりで全部売れるかどうかっていうと、板がなかったら売れないからね。そもそものところね。はい。買い物がそんななかったら売れないから、引けなりでね。一部約定とか僕は経験あるから。お客さんに言ったんだよ。ちゃんと注意事項だから、それね。要は引けなりでやってしまう売り注文を大量に出すと、もしかすると、全部約定できない可能性があるので、それでもいいですか？通話録音残す。OK ですって言われて注文出す。で、その後に一部約定しかしなかった。なんで？って言われて、いや、言いましたよ。通話録音にも残ってますよ。そうなんだって終わるけど。まあ、それでクレームになる人もたまにいるけどさ。いたみたいだけど、全部引けなり注文で、全部が全部約定するわけじゃないので、そんなのデートレでやっちゃダメでしょって感じですけど、デートレは全部飲むんだから。そもそものところで、損きれ、あの、そも、最後まで粘らずにもう諦めようよって感じだし、損だったら損で、ね、飲まない。僕も飲むし、普通に。デートレ失敗したら損切りしますよ。そんなの当たり前なんですけどね。まだあけみさん、それでクレームはひどいって、ひどい。もう理不尽だよ。もう言うて終わりだけど。はい。ちゃんとツアー録音にも残してるんでって言ってるんで、確認したらもうわかりますよって。そこまで言ったらおしまいじゃん。そこまで言えない奴もいる。でもそれでも納得しない奴いるんですよ。大量に引けなりチームを出したら、例えば、100株しか約定しなかったとか。過去あったから、実際に。はい。2デック PTS200 円ほど下がってますね。2% ぐらいじゃん。高知れてるね、そんなの。まあ、寄りついてから PTS はあくまで参考までなんで、はい。意識はしない方がいいっすよ。200円ぐらい下がってんだ。へえ、そうなんだ。いくらやったっけ ?800 円ぐらい、7800円ぐらいでしょ。パーセンテージで言ったら 2% ぐらいじゃん。もっと強烈に下げてるかと思う、PTS。ねえ、安く買って高く売れたよね。やっぱし。高く買って安く売るだけはやっぱその避けないと高く買って最高値で特に最高値で買ってドヤ捨てで売るとかね。お衣装下落は怖いです。あ、お衣装下落、お衣装で下落が怖い、お衣装で下落が怖い、持ってたら怖いでしょうね。でも持ってなかったら僕はよだれ垂らすほどよだれ垂れますけどね、僕だったら。もっと下がんない、お衣装で投げが入んないかなと思っちゃうけど、買ってやるぞって押されたところ。投げ売りが入ってる銘柄は超チャンスですよ。安く買えるんだから、投げ売り銘柄に関しては。売りたくもない株を売ってるんだから、みんな。適正価格以上に下がってる可能性がやっぱし高まるので、投げ売り銘柄に関しては、投げ売られてる銘柄見つけると僕はもう、なんていうかな、目、キラキラ、輝かせるっていうか、まあ、もう、なんだろう、凝視しますけど、もう、監視銘柄入りですよね、速攻。美味しいよね。そうだね、メロンさん。投げ売られてる銘柄見つけたときは、めっちゃもう、なんていうかな、どこで買ってやろうかな、
と思ってからずっと考えてるけど、うん、投げられてる銘柄はやっぱその見つけたら監視銘柄いいですよね。うん、見つけたら監視銘柄いいですよ。お買い得品ですねって。そうですね、メイク夏目さんね。最近何回も言ってるんですけど、年末年始のに向かってのキャッシュもしっかりと確保ね、みんな。また大バーゲンセールが来ると思うんで、年末年始に向かって、はい、年末年始っていうか、まあ、損益通算最終日に向かって下がっていく銘柄今年も多いと思うので、12月年明け、12月損益通算終わった後年明けぐらいに、買うための玉は残しておく。また大統領選があるから。でもどうなんだろうな大統領選があるから、そうやもんなそこがちょっと違うけどね。まあとりあえずその投げられ銘柄多いとは思うよ、あるとは思うよ、ある程度は。その基礎最終日に向かって大きく下げてる、でその先は需給的な要因だと思う銘柄に関しては安く買っていきましょう。はい、あと半年ですねって。そうっすね、あと半年だね。うん、あと半年。投げられてる銘柄もう大バーゲンセールが、年末年始の、特大セールが来ますよ。そこを僕は拾いに行きます。また投げられてる銘柄いつも通りっすね。うん、キムキムさん、どういうところを基準に投げ売りなんでしょうか。信用倍率を見る。うん、そう、そこはもう感覚で掴んでます。この銘柄投げ売りだよなっていうのは。だからそこはね、多分バリエーションとか見れてないからだと思うんですよね。うん、この銘柄投げ売られてる銘柄だなっていうのは、もう僕はなんていうかの、もう今となっては感覚で判断してるので、もちろんその、いろいろと要因はありますけどね。需給的なとか。大体もうやってたらわかるんで、投げ売られてる銘柄だなっていうのは、そういった銘柄を年末年始に拾って、で、その後って損益通算に向かって、やっぱ強制決済が進むわけじゃないですか。今年の最後の損出しが年末年始なんでしょ、はい、損益通算最終日なんでしょ。そこで一旦売って買い戻そうとか、そういった人もいるわけですよ。強制的に売りの圧力が出やすいので、そういったところでやっぱし拾うのは、やっぱしいいっすよね。うん、一旦の自立反発1月とか2月ぐらいあるかもしれない。うん、それで、今年は儲かってますからね、相当。うちのチャンネル内でも、はい、投げ売り銘柄買って、それが上がって、中には 5、60% 上がったりとか、倍になった銘柄とかもいるし、あるし、僕も買ったやつも上がってるからね、そんぐらいね。はい、2倍、3倍、5、60%。パフォーマンス振るわなかったやつも、上がってきてるし、ある程度今となってはですね。結構その、年末年始買ったんで、僕は買ったんで、うん、あそこはね、美味しかったですね。だいたい12月、1月頭ぐらいにポジション組み、ポジション組んだ、買うものは全部買ったから、はい、そっからの上げは全部取れてるって感じです。うん、竹島さん、お衣装で投げ売りが来やすいのは急落か何仕事かあるんでしょうか。ない、そんなの分からへん。人それぞれの投げ売りが出るかどうか。サイバちゃん、 NTT は改ざん増えそうでまだ拾えない。 NTT は9月に向かって仕込む銘柄ですね。はい、9月に向かっての戻しは入ると思うので、うん、9月に向かって土安線つけていくっていうよりも段階的にちょっと買っていくみたいな感じになると思うかな。やっぱ人気だからね、後輩と銘柄として有料株として、うん、まあ、ちょっとその悪材料はあるけども、ちょっと心配な材料はあるけれども、はい、うん、キムキムさん、資生堂は我慢できず持ち続けられなかった、そこ付近だったのに。メンバーさんは147の動画見てもらったら分かりやすいと思いますよ。エーザイはレケンビの売り上げがこのまま上がっていけば株価も戻してくるかもってこと。まあケミカル系はね、結構そのあれだったもんね、うん、しっかりとバリエーションの判断ができるようになりましょうっていうところですね。資生堂であったりとか、あと直近で言うだったらニデックであったりとか、うん、あそこは見るべきところを見てたら、あそこの定位で動いてるところ安いなっていうところで判断できるので、はい、あそこはわかるので、見るとこを見てたかどうかっていうところの違いだと思いますよ。あとはその待てるかどうかってところかな、うん、他の銘柄上がってる中で重たかったからね、確かにね。ニデックであったり資生堂とか、ワンテンポツーテンポも遅かったから、他の銘柄行ってたって人もやっぱし多いと思うよ、うん、でもその中で持ってた人は今ね、ニデックやったら 50%50% ぐらい利益出てるだろうし、資生堂やったら 20% ぐらい底値から上がってるから含み益だろうし、まあ狩る時期が違う、まあ、なんていうかな、収穫時期が違ったってことですよね。だからそんなもんですよ、株っていうのは基本的には。なんていうかな、少ない銘柄で少ない投資資金で張ってるっていうことなら回転率重視ではあるんだけど、やっぱしある程度期間、金額が大きくなったらね、いろんな銘柄持ったりする人も増えてくると思うんで、やっぱ種まきしてから収穫時期は変わるからね、うん、旬な時期がね、そこはね、しゃあないっすよね。はい、うん、ATM はみんな買いに来そうですねって、まあ
信用で買ってる人はアホやとは思うけどね。もし買うと、買おうとしてるんやったら信用で。現引きなし、ありきではない。なんか短期的な自立端末になって LDT 買おうと思ってる人は、言うとくアホやと思う。それだけはしない方がいいと思う。もし、上値を目指したいんやったら、自分が足かせになるから、足かせにするから、現物で買った方がいいと思う、LDT は。信用ではなくて。信用で春銘柄かどうかっていうのを考えた方がいいと思うんですよね。うん。で、自分は買っても大丈夫だ、でも、みんながああいった銘柄を信用で買い続ければ続けるほど持久的な重さが増すので、結局自分で自分の首を絞める結果につながりやすいと思うんですよ。ああいった銘柄、今でもやっぱり時期を持たないでしょ、 LTT で。それを上がると思って買います。現物だったらいいんだけど、信用だったらデータとして信用倍率の悪化ってところ、時給の悪化ってところで出てくるわけじゃないですか。うん、うちのチャンネル内ではだからそういった風に言っとこう。やるとするなら現引きだった方がいいと思うよ、ああいった銘柄は。あえてやっぱし上狙ってるんやったら時給悪くしない方がいいから、ね、はい。LTT は現物で買える値段って、そうだね、桃江さんね。うん、現物で買える値段ですね。現引きありきやったら全然構わへんで、ね。買ったやつを、将来的に現引くっていうことだったら。うん。なんか単価を安いところで拾いたいから信用でやってるとか、僕はよくやってるやり方、それだったら全然いいんですけど、ただ単にその値上がり狙って、そのキャッシュないから、LTT 信用で買うっていうことやったら、もうやめた方がいいんじゃないのって思ったりするけど。うん。ちょかつさん、メンバー成果、チャンネル登録、1年メンバーになって半年業種問わず、投げられている銘柄、分割は分岐点の、2点のみで、買いタイミングでの失敗はありません。買い増しは難品ではありません。毎日お心穏やかに過ごしていますが、初期のスライスは問題ないのですが、最終利確が初期のスライス、不機になってしまっており、納得できておりませんね。どんな勉強が必要でしょうか。最終利確が初期のスライスライン不機になってしまっており、納得できておりません。PBR の水準見てみたらどうですか？一旦。強烈な急落が来るパターン、の勉強会動画が多分メンバーシップ内であったと思うんですよ。上昇パターン、下落パターンのやつですね。だから、例えば、PBR で過去の水準から見て、過去最高水準まで上がってたりとか、週足の RSI が過熱のラインに行ってたりとか、もしくは、高島屋パターンに該当し始めてるとか、そういった時は、最終的にこう売った方がいいかもねっていう形になるとは思う。その最終ラインでそこあたりは、ちょっともうエクジットしようかな、みたいな。ね。週足とか月足とか見てかな。うん。そこね、過去に勉強会動画があると思うんですよ。下落のパターンであったり、上昇パターンの勉強会してるから、そこ見てもらったら一番わかると思うよ。シャープ12って、ありがとう。シャープ12だって。え、シャープ12だ。そんな若い番号やったっけ？もうちょっと後半じゃない？うん。割高、割安、急落前に出てくるパターンであったり、急騰前によく出てくるパターンの勉強会のやつよ。もっとそんな若い番号じゃなかったと思うけどな。うん。上昇パターン92から95って、ありがとう、電柱さん。ありがとう。だって、うん。下落パターンもあるんで、メンバーさん見とって、ね。キリタンさん、マースホールディングスお願いします。はい。6419。2700円ぐらいで500株買い、3200株で200、ここで利確。で、3200円台で500株買い、3000で利確、もう一度買い直したいです。おー。抜けたから買ったってことですね。2700で500買って、3200で売って、で、同値で買い戻して500株買って、私もう一度、買い値より下がったらいいんじゃないの？買って。基本的には、あんまり、そういった売買っていうのは、やらん方がいいと思います。はい。買って、売って、同値でまた入り直して、買って、まあ、上がって、3400円で売って、また同値で買い戻して、いつか掴むからね。そういうやり方を繰り返してるんだったら、目先うまくいくかもしんないけど、はい。いいかもしんないけど、基本的にそのやり方をやり続けたら、どっかでやらかすので、気をつけた方がいいなっていうふうには思う。ただね、この場合、ここあたりの場合に関しては、まあ、決算見てから買ったんだと思うんですよ。いいのを見てから。はい。多分ね。そういったものやったら、ワンチャンあり。で、3400で売って、また上がりそうだから売ったけど、また、もうちょっと上がるかもしれない、まあ、買おう、みたいな感じやったら、なんか、どっかで、なんかそういったことやり続けてたら掴むんで、あんまりおすすめはせえへんですね。全部売るんじゃなくてから、スライスすればよかったのに。500買って、500売るから、また買い直そうって思っちゃうんですよ。500売って、例えば200株売って、残り300株持ち越すみたいな感じにしとけばよかったのに。
に。うん。で、思っちゃう、個人的には。スライスっていうのは、やっぱりそういった形で使っていけばいいと思うので、はい。やるべきかどうかっていうのは、ちょっと、まあ、お任せします。はい。上がると思うんだったら買えばいいんじゃないですか。うん。でも、基本的に、どっかでやらかすので、そのやり方続けてると、どっかでね、考え変えた方がいいですよ。うん。上がっていけばいいけど、で、この銘柄だけでやってるんだったらいいけど、全部の銘柄でだいたい高値追いで、売って買って、売って買って、やってるんやったら、絶対やらかすね、どっかで。経験者語るです。はい。よろしくお願いします。こんばんは、8795T&D2500円で買いました。300株です。長めに持ってようと、思ってます。よろしくお願いします。2500円で買いました。300株。決算も通過してる。デザリング、デザリングで基本やっちゃうね。決済とかするときはね。パソコンでね。決済とかするときはね。配当利回り 3.1%、解散価値 BPS あたり 0.97倍ね、PBR が。超大きいで。やばそうな Wi-Fi の時は VPN 必須ですよねって。VPN は、僕登録し使ってるので、はい。そこはちゃんとしてるよ。超大きいで。超大きいか。超大きい。値上がりじゃなくて。あ、これ月足ですね。もうちょっと上あったけど、配当もらいながらってことですよね。配当利回り 3% だから普通なんだけどな、ここあたりは。超大きい。俺だったら値上がり取りに行くかもしれない。うん。ストキャ、RSI、三角持ち合い、5ですね。なんで予約がこんなに多いのでしょうか？ボックス相場予想なんじゃないんですか？はい。だって、2月とか3月みたいな状況とは違うので、一本調子で上がるというよりも、みんなボックスで考えてる人が一応この前のアンケートを見ると過半数ぐらいいたんですよね。決まった範囲内でこう、売ったり買ったりしてるみたいな。うん。ちゃんともさ、影響力を期待してコラボ持ち込む、バンダイナムコのプラモ事業部の申し出があったとしても、受ける！それは趣味なので、受ける。僕が好きなものをあえて拒否る必要はないので、僕はバンダイさん好きですよ。はい。それは、話が違う。それは話が違う。みんな、それだけはそれで、なんか、優先的に、回してくれるとかってなってくれると、僕は、すっごい嬉しいですね。はい。そっちは受ける。新発売のやつを無条件で一つ確保しててくれてくださいっていう、お金いらないんで、お金いらないんで、お金出して買いますから、新商品のやつが必ず、買えるようにしててください。お願いします。みたいな言うかもしれない。うん、お金はいらへん、その時は。お金はいらへん。新商品のやつを、ほら、通常だったら予約販売とかじゃんね。そこ融通してくださいっていうぐらい。融通してくださいって。俺もう嫌やねん、ほんまに。もう、並んで買う。ほんまに、エディオンでさ、ギャンストロームが、後ろの方でなんかその箱出しされてて、もう並びますよ、言われて待って1時間。全然出てこない。意味がわからんと思って帰ったけどさ、もうええわ、この時間もったいないから、もうプラスアルファ払ってもいいからネットで買おうと。もう最悪でしたね。もう出ます。待って1時間やね、エディオンで。ふざけんなよと思って。ハイニューガンダムのそのバージョン、過渡期バージョンとかも、梱包、出そうとしてたから、まあ、それ時間かかったんだと思うんだけど、はい。最優先予約素敵って、そう、最優先で回してくれるんだったら、僕はそれだけでいいですって、お金いりません。お金払うんで、ちゃんと。はい。超合金のサザビの記事見たな、そういえば、4万6000円だったかなって、高いよね、超合金のやつでしょ。見た。はい。欲しいよね。ガンダムアイテム、マイティですかって、マイティ25日でしょ。あれだよね。マイティに、韓国の方で25日発売されるかどうかわかんないんだよね。で、25日ちょっとその予定あって遠方行くんすよ。こっから2時間半ぐらい離れたところに。だからさ、どうしよっかなと思ってるんだけど、26日日曜日行くかなと思ってる。日曜日にガンダムベースに韓国の。日本の10年債利回りが 1% まで上がったので、中古型株は今日もダメでした。年初来安値更新、あらりゃって感じだね。朝8時前に ADR 動向を通知飛んでくるけどあんま気にしてません。だから気にする必要ないっすね、そこに関しては。大空さん、テルモ、4543、ほい、中古型株やってなくてよかったでしょ。下突っ込んできて、やっぱし。なんだ、悪いね。中古型株持っているんですが、少しずつ手放して後輩と株買っていますって、うん。中古型株は、パンダがきついよ。テクニカルじゃないね。もうこれパンダや。パンダ、まあテクニカルでもあるか、普通に。金利が上がったら中古型株きついっていうのは、もう毎回言ってることらしい。で、高バリエーションの銘柄とか、落ちやすいんで。